あ、でも耳寝てない。こんにちは。おお。イカ耳になっちゃった。そうなんだ。ダメ。ダメなの。ジャンク。これだとあれか、指やったらカシッてやってくるかな。どうでしょうか。ダメ。ダメだ。やめた方がいいな。怪我しちゃう。そう。わかったよ。わかったよ。はいはい。ごめんなさいね。よしよし、あんまり。手舐めた？わかった。こんな、なんだろう。こんなイカつくなってくれると思わなかった。でかいでしょ。でかい。いや、でも、あの、兄弟のふーちゃんもでかいんですよ、ね、本当に。でかいんですよ。6キロか。赤ちゃんかわいい。かわいいもかちゃん。ふかふかになりましたね。でもこのままの大きさですね。あ、本当ですか。まあ落ち着、4キロないぐらいですかね。3.5 ですね。あ、なるほど。マロと同じぐらいですね。うん、あ、そうなんですね。そうなんですよ。もかちゃん、もかちゃん、ごめんね。あの、おいしいお土産を忘れてしまった。深く、一生の深く、すごいやつを買ったんですけど。ほれ。ほれほれ。あ、かわいいかわいいかわいい、おばちゃんかわいい。ちょっと恐怖の。でも耳出てない。ご姉妹だから屈指の甘えん坊だった。そうなんですね。そうですよ、もう決まっ、そう、そのトライアル決まったよって言ったらもう指をチューチュー吸って赤ちゃんね、あのチビの頃は、ね、チビの頃はなんだろう、本当でもやっぱりそれは、あ、そうなんですか。へ、よしよしよし、あ、もこちゃんもこちゃんちょっと栗城に似てるかも。似てるんですよ、私もそう。そうですよね、うん、そう、色も濃いし、もかちゃんちょっと顔のこの、ここのそうですね、そうですね、もかちゃん、はい、よしよし、思い出した、抱っこさせて、もかちゃん、はい、よしよしよし、はい、よいしょ、よしよしよし、よしよしよし、元気に過ごそうね。怒ったらもかちゃんは、もかちゃんどうしていいか分かんないよ。